グナレンブルク、グナンレンブルク、ナレンバーグは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク州のローテンブルク、ビュンメ軍に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述するで、政変、ブレーマーフェルで、オスターホルツイコールシャルムベック艦のオステイコール半目、運河沿いに位置する。グナレンブルクは、トイフェルスモア、悪魔の出現観光の中心となる町である。 オスターホルツイコールシャルムベックとブレーマーフェルデとを結ぶ、いわゆるモアエクスプレスの駅があり、主にレジャー客に利用されている。ハンメ川とオステ川とを結ぶハンメイコールオステ運河が町内を通っており、ブレーメイやハンブルクにデータンを供給している。以下の12集落が自治体としてのフナレンブルクを形成している。人口は2008年12月31日時点の数値である。 グナレンブルクという地名は、同集落の南外れの湿地にあった現存しない城、ブルクに由来する。正確には、グナレンブルクとカールス平ンの間の北側に、張り出したサスに立っていた。このサスはトイフェルスモア、および、グナレンブルク湿原を横断する唯一のルートであった。この城では、その通行税を徴収していた。このため、このサスは三十年戦争のほか、 幾度も激烈な戦闘の場となった。第二次世界大戦末期にも、このサスでイギリス軍に白旗を挙げたことで、グナレンブルクは戦闘や被害を受けることなく占いされたのである。この城の実務旨は、リュシュ法フとも呼ばれた。その最後まで残っていた建物である、旧大官所は1937年に解体された。発掘調査によると、この城は1250年頃にはすでに、 建造されていた。16世紀末頃に、ゼーゲバーデクリューァーツーベレント1千ドルフケとの間でグナレンブルクをめぐる争いが起こったが、1605年に決着した。グナレンブルクの城と100モルゲン以上の所領、モルゲンは面積の単位で、1モルゲンは約3 0アが1が一千ドルフケのものとなった。しかし、城はすでに15世紀には老朽化しており、 農地も100年以上手入れされていなかった。18世紀には1000ドルフ家のカレーであるディールクディウッカーが、後にはアルベルト・シュレーダーがこの荘園を主催した。1746年に、領主のユルゲン・メルヒオールフォン1000ドルフは、古くからの貴族領であるグナレンブルクを付属するすべての権利と共に675、帝国ターラー、貨幣の単位で森林長官。 ビルヘルム・フォン・マック・ファイルに売却した。1752年にこの荘園を王の選定校であるハノーファー校が獲得した。王室はここに行政あるいは湿地管理のための大館所を設けた。この大館所は当時、あるいはそれ以後に作られた湿地内の入植地を統括管理した。グナレンブルク荘園に教会が建設され、1790年に完成した。 グナレンブルク集落は古い小園領地の中心地になった。グナレンブルクは千八百三年から拡大を始めた。千八百四十八年にグナレンブルクには十八件の家屋と百十七人の住民がいたが、千八百七十一年には二26件、七十八人に増加した。千八百四十八年、後のハノーファーをゲオルク五世のヒマーリーにちなんで、 マリエンヒュッテと名付けられたゲースドルフのガラス工場がブレーマーフェルデで結成されたコンソーシアムに加盟した。商人でガラス工、路作りの職人でもあったヘルマン・ラムプレヒトが1876年にガラス工場マリエンヒュッテの経営を引き継ぎ、1882年に社主のヘルマン・ラムプレヒトとブレーメン商人秀によって雫料計が発明されたことが グナレンブルクの発展をもたらした。この雫量計は世界的に有名になり、グナレンブルクの名は世界中に知られるようになった。グナレンブルクは敵化用の穴がある線がついたガラス機の最大の生産地として発展した。グナレンブルクのアイヒホルツには太古の巨大墳墓や数多くの丘陵墓がある。戦死時代の出土品はこの他にグナレンブルクと カールスヘーフェンとの間のサスで発見されている、厚い田、棒、4000人以上前の車輪が時代を示している。出土品は、ブレーマーフェルデの軍立博物館である、バッハマン博物館に収蔵されている。グナレンブルクの長下会は24議席からなる。ズガラ、銀次。中央の波線の上に赤いレンガ作りの強壁付きの、塔。 波線の下は十二本のエスカーバンクル、槍ャ。この紋章は、下でのシノルト・クラインがデザインしたもので、1978年4月24日に採用された。ローテンブルク、ビュンメ軍による認可は1979年1月23日に得られた。波線の上の強壁付き塔は、ブナレンブルク城を示している。この城は、分水嶺に建っており、 集落名、後には町名にその名を残している。十二本のエスカーバンクルは、十二の、旧町村が、現在の自治体としてのグナレンブルクを形成している、ことを示している。ユリの衣装は、湿地周辺全域で、民芸品にしばしば用いられるデザインである。グナレンブルクのプロテスタントのパウルス教会は、出現の長官の異名を持つ、ユルゲン・クリスティアン・フィンドルフにより計画。 建設された千人を収容する教会である。教会堂の完成は1790年で、出現の入植地や隣接するクーシュテットを教区とした。しかし、クーシュテット住民の圧力により、この集落は独自の教区を建てた。古典的な建築様式によらない、この教会は、得意なものである。他の多くの教会とは異なり、教会堂の長辺に塔がある。 ちょうどの中央に説教団を有する祭壇室があって改修は祭壇の周りに有字型に着席す。この教会はグナレンブルク集落の最も高い場所に位置している。教会が建設される以前、この場所にはグナレンブルク荘園の建物が建っていた。下でブレーメン鉄道、モーア鉄道の駅舎は1909年にボルプス米での建築家。 ハインリヒ・ホーゲラーによって建設された。現在この駅舎内には、グナレンブルク・ガラス博物館がある。アウグステンドルフには、歴史的なモア・ホーフ、湿地の荘園がある。さらに重要な建造物が、町を南北に貫く、全長16キロメートルのオステイコール・ハンメ、運河である。この運河は1769年から1790年に、 ユルゲン・クリスティアン・フィンドルフによって造営され、トイフェルスモア及び、グナレンブルク湿原の排水や、ハンブルクやブレーメンといった大都市へのデータン輸送に用いられた。北は、オステ川沿いのシュプレッケンス。南は、グナレンブルク町内の半メ川を起点とする。肛門システムによって運河は両方向へ流すことが可能である。運河の最高地点は、ランゲンハウゼン集落である。完成直後、 幅は4メートル、深さは3メートルであったが、現在は、幅は4メートルであるものの深さは1.5メートルになっている。この運河沿いに遊歩道や自転車道が通っている。この町の町域内には、小さいながら無傷のニーダー作戦構想出現である、フーフェンホープスモア自然保護区がある。フーフェンホープスモア内には、ニーダー作戦最後の構想出現コデル、フーフェンホープス漏がある。 この自然保護区は、クリーンシュテット集落とアウグステンドルフ集落との間に位置する。町は、様々な団体と協力して、出現体験路を整備している。約700メートルの体験路には、いくつかのステーションが設けられており、そこで見て、読んで、あるいは体験することで、出現の地形、出現の意義、そこに住む、動植物、データンの利用や、 地方の民営についての概略を知ることができる。中には、裸足で湿原を体験するステーションもある。グナレンブルク周辺は秋になると、北ヨーロッパのクロズルの重要な渡りの経路となる。湿原や収穫を終えた農場にいる鶴の群を見に、多くの観光客が訪れる。毎年10月半ばの週末に、民衆祭の一つである秋市が開催される。春には、 オステイコールハンメウンガ沿いで花の祭典が行われ、これを見物するために千人以上の訪問客がある。アウグステンドルフでは、車肉祭の行事がいくつも行われる。これに加えて、グナレンブルクは、湿原を通る遊歩道の出口にあたる。遊歩道には、標識が設けられている。この他に射撃祭や、毎年のキャンプミーティングも特筆に値する。グナレンブルクは、 エルベイコールベーザーイコールトライアングルの中のブレーメン約 45km とハンブルク約 90km との間に位置する。社会資本はよく整備されている。この町は連邦道 B74 号線での便が良い。この町のカールスヘーフェン集落には夜間着陸が可能な飛行場もある。高速バス路線がグナレンブルクとブレーメンの中心街とを直通で結んでいる。 ドイツ鉄道の最寄り駅は、ブレーマーフェルで、ブレーマーハーフェン方面及び、ハンブルク方面と、オルデンビュール、ブレーメン方面及び、ブレーマーハーフェン方面にある。週末には、ブレーメン中央駅と、シュターデとの間に、伝統的なモアエクスプレスが運行されている。この列車は、トイフェルスモアや、アルテスラントの素晴らしい風景の中を走る。 ハンブルク港からブレーマーハーフェンへの貨物輸送もグナレンブルクを通る経路である。ブレーメントハンブルクには国際港がある。グナレンブルク町内にはヨーロッパ第二の照明メーカーであるブリリアント AGE の本社がある。この他に国際的なデータイ工業や砂採掘の企業がある。さらに中規模な小売業者やサービス業者、趣工業者がある。 グナレンブルク周辺のトイフェルスモアは多くの映画やテレビ番組でロケ地として使われた。例えば、マリアフルト・ベングラーの TV シリーズ、ととうとはこの地域で撮影された。この他のグナレンブルクで撮影された TV 番組は、第ロンパーティー、ランドウント・リーベ、ダイフラクト、マイン・ナミタグがあル。また、グナレンブルクはドイツ第二テレビの青少年シリーズ、ローエンザンのロケ地でもある。 グナレンブルクには6つの幼稚園と4つの学校がある。町の中心には青年集会施設、オアゼがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。